はい、おはようございます。メグです。本日は私の休日モーニングルーティーンを撮っていきたいと思います。まあ、モーニングルーティーンというよりもとある日の休日の午前中という感じです。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スタート。はい、洗顔を終えて歯磨きですね。ちゃちゃちゃっと磨いていきます。早送りで終わらせます。で、うがいをしています。そして、パックをします。これは娘のものですね。とりあえずあったので使います。パックはね、特にこだわりないです。アップで失礼します。余った液はね、ちょっと首とかにも塗ります。で、続いてはね、朝食を作っていきます。トマトを切っていますね。ちなみにね、トマトとキュウリはね、私苦手なんですよね。それ以外はね、食べれるんですけど。で、キュウリを切ってます。キュウリはね、めちゃくちゃ大好きです。ビタミンもね、豊富だし、なんか美容にいい感じがします。切るのと同時進行でね、やっていた目玉焼きができました。形がね、ちょっといびつです。塩コショウをして、で、盛り付け準備です。娘も息子たちもヨーグルトがね、大好きなので、結構朝はヨーグルトを出します。それからヨーグルトの上にはキウイと、あとは蜂蜜をかけます。蜂蜜もね、大好きです。朝食を食べ終わったら、服を着替えます。次男は先に着替えたので、長男が着替えています。扉をね、足で閉める癖があるんですよね。やめなさいって言ってもね、なかなか治らないです。ポチッと洗濯機を回しておきます。それから朝食のね、洗い物をしてきます。ゴム手袋をつけて洗っていきたいと思います。この作業めちゃくちゃだるいですよね。その前にね、前日の洗い物をね、しまっていきます。鍋とかね、大きめのものは食洗機にかけれないので手洗いしています。ちなみに今日は休日なんですけれども、主人は午前中は、仕事に行っていたので、私と子供たちだけで過ごしています。我が家は下の子たちが年子なので、結構ね、お兄ちゃんと弟で遊んでくれてるので、だいぶね、家事がはかどります。まあ、それに掃除とかもね、結構一緒にやる感じにしていますね。楽しんでやってくれます。一通り洗い物が終わったので、昨晩食洗機にかけておいた洗い物をね、食器とかしまっていきたいと思います。編集しだしてね、気づいたんですけどね、フードがね、変なことになってますね。めちゃくちゃ気になります。もう今ね、手を伸ばして直してあげたいです。で、さっき洗った食器とかフライパン、鍋とかも戻していきます。これはね、気が向いたから戻してる感じで、そのまま置きっぱなしのこともね、全然あります。続いては包丁を戻していますね。ここにね、貝印のピーラーセットを置いてるんですけれども、蓋をね、外しておいてます。これがね、使いやすくしているポイントですね。もう蓋はね、処分してしまいました、確か。はい、まだまだ拭いてますね。もう食器の量がね、えげつないですね。もう夜とかね、本当にひどい状態で、何もやる気が起きなくなります。もう見た瞬間に嫌だーってなっちゃいますね。続いては洗濯物ですね。昨晩2回洗濯物回して寝たので、それをね、取り込んでいきたいと思います。洗濯機がね、もう止まって干してくれとまた言っていますね。さささっと取り込んでます。これはね、子供たちのとかね、リビングにしまうものですね。全部ひとまとめに持っていきます。後でね、子供たちと一緒に畳みます。で、脱衣所で、しまうものはここで立って畳みながらしまっていきます。動線ね、かなりいい感じです。まあ、畳み方はね、本当に適当です。くるくるくるっとまとめてしまうという感じです。子供たちのね、様子をチラチラチラっと気にして、洗濯物をね、干していきます。
1回目はね、そんなに量がないのでささっと干してしまいます。浴室の洗濯物もね、乾いてるものは畳んでしまっていきます。とりあえずリビングで干すものをね、ドバーっと持ってリビングに行きます。エアコンを使っていて部屋が結構乾燥するのでリビングで干すことが多いです。まあそうじゃなくてもほとんどリビングで干していますね。背後でね、ちょっと喧嘩して次男が泣いていますね。もうこれ日常茶飯事です。一日に何回喧嘩するんだってぐらい喧嘩します。もう年子だったりとか、年が近い兄弟あるあるだと思うんですけど、喧嘩しては仲直り、もうその繰り返しですね。最近は結構もうスルーしちゃいます。さっきの大泣きは嘘かのようにご機嫌の次男くんです。自分たちの洗濯物は自分たちで畳むというふうに教えています。まあやらない時もあるんですけれども、ご機嫌な時は一緒に畳んでしまってもらってます。割とね、率先してやってくれるので助かっています。ちょっと私がね、パソコン仕事とか何かとやってる時はこうやってね、パズルしたりとか本読んだりとか二人で遊んでくれています。最近はね、パズルで遊ぶことがすごい多いです。パズルかオセロか、そんな感じですね。まあ YouTube 見たりとかゲームとかも全然するんですけれども、パズルが大好きです。我が家はリビングにおもちゃを置いていないので、遊びたいときは2階から持ってきて遊ぶという感じです。次のが遊びたくなったら、閉まってから次のを持ってくるという感じにしています。チーズ、アッパマンのスマホを持ってくる。あ、分かった。じゃあちゃんと閉まってからね。うん、我らは簡単にできちゃうんだ。クリームはい。しばらく経ったのでちょっと掃除機をね、かけていきます。掃除機がけ大好き長男くんですね。自分でちゃっとやりたいところなんですけれども、まあ、やりたいと言っているのでなるべくね、やらせるようにしています。ちゃんとね、物をどかしたりとかしてやってくれます。次男がなんかこっそり本紹介してましたね。こんな感じで軽くお掃除が終わったら、もうね、昼ご飯の準備をしないといけないので、あっという間に午前中が終わってしまいます。久しぶりのね、モーニングルーティーンというか、とある日というか、そんな感じでしたけど、いかがでしたでしょうか。またね、こういった動画見たいよというリクエストあったら、気軽にコメント欄にコメントしていただけると嬉しいです。リクエストありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。